農夫、ジャイルズの冒険は JRR トールキンによる短編ファンタジー小説。1949年に発表された。挿絵は、ボーリン・ベインズ。ブリテン島がまだいくつもの王国に分割統治されていた頃、中央国のハム村に、エイギリウスという名の男が住んでいた。村人たちの使う俗語で、ジャイルズと呼ばれる、この農夫は平凡な暮らしを愛し、 村の外に広がる世界のことにはまるで関心がなかった。しかしある夏の夜、一人の巨人が農場に迷い込み、作物や家畜を踏み荒らすという事件が起こる。ジャイルズはラッパ銃で巨人を撃退、村の英雄として祭り上げられ、王から褒美として剣を配慮する。一方、禁断で耳の遠い巨人は、ジャイルズが発砲したことに全く気づいておらず。 太ちの悪い矢部に刺された程度だろうと思い込んでいた。巨人は、ことあるごとに豊かで無防備な土地の存在を仲間たちに、吹聴して回り、間もなく、それが竜たちの耳に入った。ついに竜の中でもとりわけ豪欲な、長者黄金竜が中央国へ飛来し、騎士たちが弱腰であるのをいいことに、暴虐の限りを尽くす。ハム村に竜が近づくにつれ、活躍を期待されて並行するジャイルズだったが、 王に歌詞された剣が、伝説的な竜殺しの技物、小刀であることを知って、勇気を回復。わずか一撃で、黄金竜を無力化することに成功する。しかし、ずる賢い黄金竜は、降伏したように見せかけ、罪滅ぼしのために財宝を持ち帰るという名目で、逃げ帰ってしまった。王室の財政が潤うことを期待していた王は、騎士たちの黄金竜討伐へ同行することをジャイルズに、 強制する。遠征に農民が参加することを快く思わない。騎士たちはジャイルズを粗末にあしらうものの、黄金竜の住処につくや、否や激しい攻撃にあって改装。しかし、黄金竜はジャイルズに気づくと、大いに動揺し、相当量の財宝と引き換えに、自分の命と残りの宝は見逃してほしいと、懇願する。条件を呑んだジャイルズは、ロープで財宝を、 竜の体にゆわえつけ、飛べないようにした上で再びハム村へ連れ帰る。ジャイルズが財宝を収めないつもりだと知った王は激怒し、生き残りの騎士と兵士を連れて、ハム村へ進軍するが、橋の下に隠れていた竜の脅しに屈して、逃げ帰ってしまった。人々の長寿となったジャイルズは、その後も幸運に恵まれながら、出世を重ね、ついには小王国の王として、 前世を敷いたという。黄金竜は長らく村の納屋で飼われていたが、ジャイルズは自分の地位がしっかり固まったと判断した段階で、竜を解放し、不可侵協定を結んで平和裏に分かれた。適当な話を信じたせいでひどい目に合わされたことに憤慨する黄金竜に対し、例の巨人は俺はまたアブかと思ったぜとぼやくのであった。この作品は、コビットの冒険や、 子犬のローバーの冒険と同様に、トールキンが自分の子供たちへ聞かせた物語をもとに書かれたものの、一つである。第一項の文体や表現手法から初めて書き下されたのは、子犬のローバーの冒険と、ほぼ同時期の1927年後期と推測され、その内容は出版された本庁に比べて短く、また平易で子供向けな内容であった。 1937年に出版されたホビットの冒険の成功を受けて、出版元のアレン・アンドアン・ウィンシャはその続編の執筆を打診してきた。トールキンとしてはむしろ自分の創造神話であるシルマリルの物語の出版を望んでいたが内容が子供向けではなく、出版元や読者の要望を満たすものではなかった。トールキンは期待に応えるべく、 新ホビットの執筆に着手するものの、目標としていた九百三十八年末までに出版できる目処が立たなくなり、大体として出版元へ提示したものがこの物語であった。開口と開筆を進めるうちに、ホビットの冒険の開口時に行ったように、トールキンは読者へ問いかけるような子供向けの表現を排除していき、登場人物や重要な武器に対する言語学者である、 彼らしい言葉遊びを使った命名や、いかにも誠しやかな嘘学説を散りばめて、風刺の効いた中世英雄物語のパロディーとして仕上げた。また、作中の日付も、何月何日ではなく、昔の物語である雰囲気を出すために、成人の祭日が用いられている。本自体も中表紙も、短い表題ラテン語の長い表題英語の長い。 表題と上から下に下るにつれて古い時代から新しい時代へ変えていく写本の手法を取り入れてみたり、ポーリン・ウェインズの挿絵を写本風に配置するなど遊び心にあふれており大人にも楽しめる物語になっている。ホビットの冒険の時と同様にこの物語が子供に受け入れられるものであるかどうかの判断するためにアレガンド・アンウィン社の社長、スタンディ・アンウィンは息子レーナーに読ませ、 感想文を書かせた。しかし、トールキン自身はこの物語の差し絵を準備できず、娘プリシラが押した差し絵画家との調整も不調に終わった。しかし、ポーリン・ベインズの疑似中世風の風刺漫画がトールキンの目に留まり、彼女が差し絵担当することになった。トールキンは彼女の絵の出来を大変喜んだ。差し絵以上のもので、複雑的なテーマだ。見せた友人たちからは、 私の文章の方が絵の説明になり下がってしまっていると因紀なご意見を頂戴した。図書館の中で触れている。ありがとうございます。